するしない。どうも、日向彩子です。今回も MJ プレイしていきたいと思います。これまでの結果はこのようになってます。なかなかビンゴが完成しない。みんなに何かこうプレゼントできるためにも私頑張りたいと思います。さあ、では今回はトンプ4人の麻雀打っていこうと思います。では、いきます、トンプ。始めます。あっという間に集まりました。さすが MJ、早い。よろしくお願いします。すごい、みんな、アイコンかわいいな。面白い。トン一曲、ドラマ梁蔵、プレイヤーは親です。私、親番だ。ミサさんの声。あ、手配いいですね。ババヒロカズです。よろしくお願いします。一体どんな戦いとなるのでしょうか。ドラガリアンソー結構薬杯から切っちゃいます。私大体初とかあっても泣かないし、ピンフにならない牌は嫌。できればタンヤオとかもつけたいな。あ、これはまあピンフになるのでストレートに行こうかな。ってかな。日向、あっという間にイシャンテン。リャンソーが来てくれれば、ノータイムで悩み無用でいけるんですけど。リャンソー待ちになったらどうしようかな。場は膠着状態。足を場が重い空気に包まれています。パッソー場を制する人物は一体誰なのか。目いっぱいのイーシャンテンにしませんでした。一体どんなドラマが待ち受けているのか。あれ、スーピンに間がある。誰か統一か。それとも、あ、やっぱそうだ。ポンが入った。あー、テンパイしたよ。リーチ。リズムドライチ。リャンソー。今回ね、二人演奏が早くて、最悪、統一とかで持たれてるかもしれない。どのように打ち回して、親のリーチの威力。でもどれくらいケアしてくれたりするかはちょっと未知数ですよね。わかんない。各茶相手の出方を伺っているのか。下茶プレイヤーのリーチに対応しています。開局の最初のこのリーチとかが一番緊張するな。場に緊張感が漂っています。ハーピン、数字ハーピン、あと1枚持ってたらワンチャンスか。少し場が落ち着いてきたか。急走トイメン慎重に打っています。お、なんちゃ。ここで泣いてきた。攻められてる。中筋だけどね。これ一応テンパイだと終わった時に流れちゃうんですよね。親上がらないと出てくるような牌じゃないからな。ドラはあーでもすごい考えてくれてる。
繋がってる通信。あ、大丈夫。つもぎり三腕。これね、つもぎりがあのこのグレーの濃い色になってるのが全部つもぎりで。このまま静かに場が進行していくのか。日向、なかなか上がれないですね。そうですね、ミサさん、なかなか上がれるような街じゃないですもんね。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。なんてシュールな絵なんだ。すいません、なんかもうこれもつもぎり。2枚目の3万泣くんだ。オンされました。やっぱりどこかにあるな。このまま流局となるのでしょうか。私の数層どうなるの。あ、泣かれ泣かれた。もうなんか体感論かと思った。ドラがあそこに1枚。あー、積もられた。ドラ、そうだね、そっちか。お高いですね。トン2曲、ドラはチーピン、プレイヤーはペーチャです。おやっかぶり。やっぱりなかなかドラマチは上がれない。まだまだ。はい、頑張ります。どう打ち回していくのでしょうか。トンプー戦だからね、マンガンのアドバンテージは高い。これはバが重い空気に包まれています。いいピンに間があった。誰か統一か、それか地位ができるんだ。トイメン、いきなり仕掛けていった。コファイが泣かれた。ひなた、これでいい。素直にリーチ打ってる手順を踏みたいんですけど。この発は泣かれない。来ません。結構私は自敗を抱える派です。これ内容喋りながらマージ打つの難しいな。ウーピンつもぎり仕掛けて泣かない泣かない。この前もじゃあこの白で止まるってことは持ってるね。そうだよね、ドラだよー。あー、ドラは泣かれない。面白いこれ打ち方。ウーピンつもぎり799から先に7打ったんだ。トイトイとかも気にした方がいいな。ヤンシャン点だけど、さすがにこの風呂を見てるとちょっと追いつかないよねこれ。赤もね、入ってるルールですけど、こうかな。タンヤオ系なら仕掛けていこう。せめてテンパイを取らないと。めちゃくちゃ真面目にこれないかなって言って、ウケんだけど。アンパイはね、いっぱいあるから。C1、ファー1あたりも切れるし。やーろー、ローお願いします。ガードラ、いや、手出し3層だ。どう読む、どう読む、スライド
ぱいのが怖いんだよな、こういう。湾岸の横移動。ドラだよ、ドラかよ、染めたかったのに。イーシャンテンだよ。よいしょ。何点差？これ真ん中押すとね、点差出るんで、すぐにこれチェックできるの、すごいいいとこですよね。1万、トップと1万4000点3着目。あの声かわいいな。いいな、いいな。泣かないよ、仕掛けない。カンチーピン出ても初ドライチ。さすがに安すぎる。親ももう残ってないので、もうちょっと高くいきたい。下茶かピンズかな。対面は想像が高いし、でも今回はハツがあるので、もし何かあったらハツに頼って生きていける。つもぎりだな。ドラヒョウのカンチーピンかな。ネック何万個やん。メンホンもいけてたかも。でもさすがにピンズ全部切ってくのきつそうですよね、これね。出しとん。あ、いけた。これはね、シャンポンで打ちます。しかもね、ウーソー切ってのなんか引っ掛けみたいなよりも自然に端っこのリャンソーを切って、チーソーが出るんだ。あー、パッソー、パッソーがなんか狙い目になった。チーソーポンだって。リーチ、ハツ、ドライチ、意外といい魔人になりました。あれれれれ、私リーチかけてるんだけど、結構なんか皆さん構ってくれないですね、立ち止まってくれない。あー、ピンズが溢れた。そして積もられた。本当ですね、これをうまく打たれてしまった。しかもでもスーピンまだ山にいたんだ。いや、いい街だったな。え、やばい、3着なんだけど、このままだとちょっと、あ、なんか手面白い。やっちゃう、やっちゃう、止めちゃう。何点差よ。2着まで1万1000、トップまで2万1000。遠い。遠い。マンツもしても2着になれない。え、流局したよ、お母さん。流局したけど。何これ。え、どう、待って、九種の9杯かな。なかったことになったよ。あ、手は結構いいけど、頑張りたいです。これこれ今の一本場になったんですね。
車中離曲 ありますから MJ トンプーは。でもちょっとなんかタイミングが面白かったですね、オーラスで。羽マンを作れば、いやでも羽マンまあまあ見ましょう。5、6、7とか6、7、8とかそこら辺見て、4000点でね、ラスがラスの人いるんでね、普通だったらこれ3着でもいいから、この手だったら上がりに行きたいんですけど、あ、振り点ですねこれね。でもいいや、ローソーが欲しいし。マンガンも対面から直撃でも足りてるし、2着にね、なれる打点はなんか見えてきそうですね。いやー、 G1 3枚目、あー、これですこれです。いやー、ちょっとね、こっちかな、こっちかな、567作りたい。だからローピンをまず引かなきゃいけないのか。泣きません。いやー、どうするどうする、これもしびれますよ、次リーチとか かかったら。やばい、楽しい楽しいけど怖い。え、4着だって1回も回せないんだよね。いやー、リーチ入ったよ。しかも何4敗勝負に出るのか注目しましょう。4敗の何切ってみました。一応ね、ペイが安敗なんですけど、もうちょっとね、インシャンテンは、いやー、戦いたいよね。手外してのメンタンピンは見るか。おお、動き出したみんな。わあわあわあ、追いついたけど、ちょっと待って、もうちょっと高くできないかな。観浪湾の追いかけリーチする、リーチ赤。いやいや、もう一声でしょ、せっかくワンズ通るんだし。あーおお、タイヤを赤ドラドラ。高いね、みんな綺麗な手が入ってますね。そして逆転だ、トイメンさん、おめでとうございます。しょぼんしょぼん、ありがとうございました。今回のトンプー戦結果は3着でした。うわー、シュン。結構さ、難しい、なんか何喋ろうか悩みますねこれ。もう回しちゃっていい？回しちゃうね。ではビンゴの方回していきます。トンプーの3着だったので2回ガラガラしたいと思います。ちなみにリーチにすらなっていない私。1、2、じゃじゃーん、29。あ、ある、29ありました。もう一回、43番、ないなりねえ、結構空いてるよね、空いてる方だよね、空いてる方の割にはリーチかかんなくない？こんなもん、世の中こんなもんですか。一応インシャンテンが多めといえば多めこんな感じになってます。でもまだ半分も終わってないんで、これからだと思います。
さあでは皆さん MJ 見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。またねー。